暗刈峠国道308号線沿いの棚田で25日田植え体験が行われました首都 JA 大阪中川地などで構成する東大阪市農業振興啓発協議会では有給農地となっている棚田を保全し貴重な観光資源につなげる「倉らがり峠棚田,田最高支援事業」に取り組んでいます この事業の一環として行われた体験会には田植え初体験の小学生やその保護者など30人が参加安定した栽培特性と味の良さで知られる絹娘の苗を手植えしました。 また市民の健康増進と地域活性化を目的に活動するジョイントハンズ花園から野球の大阪06ブルースとサッカー FC 大阪の選手、スタッフも参加し汗をかきながら苗を植えていました。みんんんななななこ感感じじでややってるんだととと思ってすごいい大変やなと思いました、まあ、土の感じとか 植える感覚とかっていうのはなかなか経験できないことですしすごい、まあ、楽しくやらしてもらいました上手にできて嬉しかったし楽しかったどんこになってもまあ楽しかったです今回植えた苗は秋に収穫体験を行う予定で 収穫したお米は参加者に配られるほか、地域の子ども食堂などに寄付される予定です。